の遊べる日でございます。あー涙、本当に悲しい。でもね、晴れたの。そう、曇り予報だったんですけど晴れました。こちらはやっぱ晴れ女です。ということで今日はジュラシックワールドのモデルになった場所にずっと行ってみたくて、なんか乗馬できたりとか結構アクティブ系のものがあったりするらしいので、今日はそこに行っていきたいと思います。せっかく、その前にパンケーキ。パンケーキもう食べてないので、今日は知り合いが教えてくれたパンケーキ屋さんに行って、いつも通りアサイー食べて、でそのままジュラシックパークのところに行って、アサイー食べて、で海行って、泳いで、海来て、見分けて、今日もせーの、最高な一日にしようね。そう、これを言ってからじゃないと家に出ちゃダメなの。今日も最高の一日にしようねって言えば本当に最高の一日になって、で本当にこれを言い忘れた日、本当に最悪な一日だったの。昨日ね。そう、昨日動画撮ってないんだけど、昨日もう本当テンションも上がらなすぎて動画も撮れなくて、二人とも一本も撮ってないよね。一本も撮ってない。本当に一本も撮ってない。そう、1ミリも撮ってない。大雨で買い物もできず、そう、買い物全くできなかった。だから今日はアクティブな日なので、外も晴れたのでもう全力で遊びたいと思います。てかまだ。じゃあ今日のコーデ紹介しよう。今日はみゆみゆのトップスにパンツです。これ可愛くない？このパンツ色、ね、かわいい、色合いパンツっぽい。めっちゃこのここも可愛い。わかるよ。でこれちょっと下に履くとタトゥーがちなみに見え、うん、かわいい。こんな感じです。あれ、あれ入れたいんだよね。ワンコたちの足跡です。そうそう、肉球のタトゥー。このタトゥーもあんま紹介したことないと思うんだけど、テディとベアです。見えます？これさ、アヤが太ったらさ、こいつらも太るよね。わかる。でも私もね、実はタトゥーやどこに？眉毛タトゥー。今びっくりした、本当にアヤにも隠してるんだと思っちゃった。爆笑問題だな。トアは？今日なんか本当になんかお姉さんみたい。いいじゃん、可愛いよ。え、どう？白着た方がいいと思う？着た方がパッとする。ちょっとエロすぎだよね。エロいっていうか、エロくはなかった。うん、ごめんね、ブラブラで。来た方があれじゃない？イエーイって感じじゃない？うん、そう、なんかはつらつ系になる。わかるわかる。あった方がいい、絶対、うん、あった方がいいね。こうやっていつもね、ギリギリで決めるの、この人。はーい、せーの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 、こちらということで、今からパンケーキに向かっていきたいと思います。カチンです。はい、ということで、ここなんて、なんて名前だっけな、まあ忘れたんですけど、来ました。アサイとエクベネディクト。ベネディクト、ベネディクト、はい、食べてみて。いただきたいと思います。見て、絶対うまいよ。いいよ、食べて食べて。はい、いただくよ。はい、食べて食べて。どう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 、まだまだまだどう、まだまだ、早く早く、どう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 、マジで、うまっ、マジで、うまっ、え、なに、うまっ、朝ごはん一うまいかも、マジで、あの世界中の、世界中の。そんな言っちゃうんだ。最初に食べたよ、お前。食べ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 。サーモンがうまい。サーモンうまっ、ね、サーモンがうまい。本当に最終日絶対嘘だよね。嘘だよ。ドッキリだよね、なんかもこれ。帰らないの。そうだよね。でも普通に帰れないし。帰れないの。正直飛行機とか取ってない。このハワイに来てさ、何も考えず爆食いずっとしてる感じ。ね、どんくらい太ったんだろう。でも1日目の自分たちが薄く見える。わかる、めっちゃガリガリに見える。うん、ね。ということで、今からクアロアランチに行ってみたいと思います。はい、ということで、ガソスタとスタバによってやっと向かっております。やっとです。結構長いよね。結構いろんな入り道をしました。まずガソリンの入れ方がマジで分かんなくて、そこで20分ぐらい取られて、ガソスタに来た男の人に聞いたら超優しく教えてくれて、超優しかった。もう本当に神様みたいな感じで教えてくれたんですよ。好きになりそう。でも本当に好きって感じだった、うん、しかも日本語もちょっととか言って、全然喋れてなかったんだけど、ちょっとだけ言えてた。可愛かった、ね、あの人マジで幸せになるよ、これから。うん、だから
よ、幸せになってほしい。幸せになってほしい。幸せにしたい。わかる。それぐらい本当にいい人だった。そう、めっちゃいい人だった。本当に何が何だか本当に全く分かんなかったよね。むずすぎ、さすがにあれは。そう、マジでむずかった。意味が分かんなかったもん。毎日私コーヒー飲んでる気がする最近。いや飲んでるよ。とはめっちゃ飲みたいっていうし、しかもコーヒー飲みたいくなんだよね。てかもうハワイの人って車間距離超狭い。確かに怖い。めっちゃ攻めてくるよね。うん、みんなぎゅうぎゅうに行くじゃん、うん、車もでかいしね、みんな。でかい。でももう私はガソリンの入れ方も覚えたし、道も覚えたし、大体ハワイの。ハワイ移住決定ってこと？うん、もう移住決定しました。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで向かいます。チャー。はい、ということでクワロアランチに着いたんですけど、ちょっともう乗馬の時間が終わっちゃってて乗れませんでした。でも馬はいます、目の前に。すごくない？触りたい。触っていいのかな。いいよ。すごい。すごくない？あ、でも触りたい。馬年だから親近感高め。すごい。怖い。なんか食べようとしてる。このバッグ食べようとしてる。気持ちいい。ハート書いてあるよ。落書きされてる。本当だ。2時半までだったんですよ、乗馬が。今15時半。惜しかった。惜しかった。悔しいね。マジ悔しいんじって感じ。あ、でもいいじゃん。ここら辺良くない？すごい。壮大で果てしなく広い地球に生まれたことが奇跡。生まれてきて、え、緑。この山々いいね。見て、この CG みたいな山。ゾクゾクするんだけど。なんかウェアって感じ。どこって感じ。帰国子女。本当にウェアでしょ。はーい。あ、はーい。来ていいよって言ってくれました、この方が。ここ、名前が。すごい、カメ。カメ。ラビッ。ラビッ。わー、ビッグ。わー。あー、トゥー。イエーイ。イケメン。確かに。見て、カメ。イケメン。イケメン。ハンサン。ハンサン。ハンサン。いや。あ、馬もいる。ロバじゃない？ロバか。あのシュレックのあの子に似てる。ロバの。あ、似てる。なんか固まっちゃってる。以上、小さな動物園でした。はい、ということで。たーん。いや、画面汚くない？たらーん、海に着きました。イエーイ。あの、結構車走らせていろんなビーチに行ったんですけど、雨の次の日だからさ。そう、水がね、結構ね。あっちとか見てほしい。すごいよ、本当に。あれみたいじゃない？あのさ、 CG とか言うの？違う、 CG みたいって言うんだけど、あの、ディズニーの美女と野獣のエリア、 あそこのなんか絵みたい。そう、作り物の絵みたい。確かに、それ言われたら分かるわ。でしょ。あったかいね。でもあったかい。水、彼氏目線。走っていいね。トムさ、走りたかったんでしょ。走りたかった。ちょっと待って、これそこにいて。トムは全力で走ってみて。陸上部のやつ。位置について、よーい、ドン。分かった、じゃあ走る。いやいや、めっちゃ気持ちいい。うちは足の感覚でかすぎへん、私。はい、位置について、よーい、ドン。もう半分、ほら、やばくない？私の感覚。あ、追いつかない。消えた。追いつかない。置いてさ、一緒に走ろう。いいよ。足、トーエル速い人見たことない、マジで。楽しいね、なんか。サムネ、サムネはトーが全力で走ってると思って。いい加減にして。当たり前じゃん。座る、チルする。でもさ、もうこの画角何回目って分かんの。どんだけお前らチルするんやって思われてるんだよ。どんだけチル好きなんて。チラ全身入ってみる。一回行ってみる。うん、でも怖いんだよね。え、そうなの？下見えない。濁ってて、そう。しかも結構段差が。もう結構、しかもね、こう気持ち悪い、これ。やめよ、やめよ。あんま海入ってる人いない。でもめっちゃぬるい、ここの水。しない。
危ないことしない。はぁ、今日も楽しい一日だった。ねえ、本当に帰るのかな。もう帰りたくない。疑問普通に1週間絶対経ってないもん。絶対経ってないよね、この感じ。おかしい、おかしいね。何が一番楽しかった？せーの理由。なんかさ、今日好きみたいじゃん。今日好きだ。歩きながらさ、何が一番楽しかった？どっちが男役やなっていうの。今日好きすぎて無理。今日好き。ここさ、うん、告白のシーンじゃない。やる、やろ。どっちが男役でどっちが女役でじゃんけんに決めよう。じゃんけんじゃないと決まんないから。最初は負けた方が男役。最初はグーじゃんけんぽい。あー合ってるね。じゃあ後ろからトントンでする。誰が来るか分かんない。ひなたくん。ちゃんびっくりした。ちゃんねん、びっくりした。ちゃんか。あんた男役。わやごとか、ごめん。違う。3日間本当に2泊3日の旅本当にありがとう。俺がトワくん。ちゃんトワちゃん。待って、一旦ストップ。来たよ。やばい。あのハスキーめっちゃ可愛いね。あのハスキーをどうしても触れてるの、私。触ってくればいいじゃん。超可愛い。はーい。あー、可愛い。はーい。オッケー。タッチオッケー。いやー。Thank you。可愛い。This one's a little skittish。あ、あ、オッケー。はーい。ミート。可愛い。This one is very licky too, so she might give you a kiss. キスしてくれんだ。すごい。Thank you. Of course. Bye. 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 They're interested in other things. Thank you. かわいい。あ、ひなたくん。あ、ひなちゃん。そんな声が好きになりました。まず。めっちゃこいてあるな、髪。風強いからね、今日好きとか。今日好き、風強め。告白するところ、風強め。まず、私のとこに来てくれてありがとう。顔を上げてください。何人も来てる設定やめろ。顔を上げてください。まず、来てくれてありがとう。どんだけいいんだよ、こんな。まず来てくれてありがとう。じゃあそこをこうよ、そのベンチに。顔を上げてください。まず来てくれてありがとう。そっちも見えてるから大丈夫。あっちも見えてる。だいぶ海の方まで。海の方までごめんな、お前。今回の今日好きになりましたハワイ編で2泊3日をみんなと過ごしてきて、一人一人ツーショットタイムだったり、朝日は一緒にゴーカートやったり、ともひさは動物園に行ったし、あやとは一緒に寝たね。聞こえてる？ちょ、音声さんお願いします。聞こえてる？音声さん、音合わせいいですか、もう。一旦今サムネ撮ってるんで、サムネ顔で、はい、どこにどうしてんのそれ。これちょっと悲しげな。サムネ使える。サムネ使える。第8弾。そう。最終回。そう。はい。というわけで。というわけで YouTuber 出てる。私の答えは。全員、ごめんなさい。どういうことですか。これ、あ、終わった後の終わった後のあれ、あの、最後の全員を選ばなかったっていうのはどういった気持ちで。なんか、今日好き史上初くらい男子50人全員もその私に来てくれるなんて思ってなくて、どうすればいいか分かんないというか、自分の中でなんか整理がつかない感じがして、なんかその中途半端な状態でなんか誰かと付き合いするのもなんかあんまりよくまあないかなって思って、でせっかく
はい、来たので、なんか本当はなんか一緒にどこの子と帰りたかったんですけど、ジャパン中途半端な気持ちダメなので、私高見とほは次のオーストラリア編参戦します。ライジン、ライジン、ライジン、ありがとうございました。クランクアップ、クランクアップです。 ありがとうございます。ありがとうございます。本当に50年もありがとうございます。すいません。ありがとうございます。はい、今日好きごっこ終わりました。終わりました。うちもあれ乗せてくれないかな。乗せてってよ。乗せて、乗せやてん、乗せやてん、乗せやてん。気持ちいい、永遠といられるわ。ねえ、私を好きになってくれませんか。浜辺に残る足跡が誰に今すぐとてもたいよ。めっちゃ見られた。うちも今日好き出たいな、あの出演者側。出演者側普通に行く側、恋探しに行く側。 YouTuber でそういうのやってくれんかな、誰か。 YouTuber の YouTuber バージョンのなんか狼とか今日好きとか。私本気でやるよ。一人だけ本気なの。みんなエンタメなのに一人だけ本気。あー、もう帰りたくない、帰りたくない、帰りたくない、絶対に帰らないよ。絶対に帰らないよ。行こうね。絶対に帰らないで行こうね。てか今日ルグアン何食べる。何食べる。最後の夜。やばい、最後の夜なんだろう。ポケ丼出た。今日何が一番楽しかった。で今日、あ、今日じゃない、このハワイで。山登りも良かったし、うん、2日目の海も良かったし、うんうんうん、せーのでよ、せーの、3日目の海。どっち。2日目の海。あ、3日目の海だ。や、俺3日目の海も楽しかった。そう、楽しかった。唯一入ったしね。そう、唯一、しかもめちゃめちゃ綺麗だった。綺麗だった。今までの人生で一番早い1週間わかるやったし、一番濃い1週間やったし、自分のいるべき場所とはどこなのかとか、うん、自分の今の人生はどうなのかとか、うん、自分の今の生き方はどうなのかとか、うん、すごい考えさせる。あ、そんな考えてたんだ。そんな考えてたんだ。まさかの。見て、あっち、ちょっとマジで目に焼き付けるわ。うち焼き付けろ、マジで。こんな広いんですよ、ゆとは。あ、火出てきた。ありがとう、ハワイ。ありがとう。そっちの方も見えてるよ。その山のてっぺんからも見えてるよ。ありがとう。以上。あ、以上じゃないか。え、ここで終わんないよね。夜ご飯はまあちょっと取ろうかなぐらい。一応一旦。はい、最後の夜です、皆さん。あ、ちなみにおめかししました。はい、あの夜ご飯はもう食べ終わりました。ちなみに動画撮影ができにくい場所で鉄板料理屋さんに行ったんですけど、なんかみんなで食べるみたいな。そう、みんなで食べるみたいな。そう、今はデザート食べて、そう、 ABC with Mods、 ABC Store 行って、今は Go Hotel してます。あー、最後の夜だよ。もうここ歩くのも最後だよ。え、もう考えないよ、そんなこと。逆にね、私最後のだと思ってないし。いや、なんだ、絶対帰りたくない。だってもうホテル入ったらもう終わりだからね。やだやだやだ、いいの入っちゃって。じゃあどっか行く。どっか行こう、どっか行こう。絶対やだ、絶対やだ。おーい、わがままボディ。おーい、ボディかよ。でも本当にここだけの話、ハワイ1週間で多分2キロは太った。いや、多分3キロ太った。や、もう顔がムチムチしてるもん。なんか1日目の動画と全然違う。わかるわかる。みんな見返してみて、今日のあれたちと初日の私たち、マジで全然違うから。でも相当顔のデカさとかムチムチ感違うよ。え、本当に帰りたくないんだけど、どうすればいいのこれ。どうしよっか。みんなどうしてる。本当に帰りたくないんだけど。ほら、これ前さ、ちょっと身だしなみチェックしたじゃん。今日のファッションチェック、トーアは、私はここで。私はディナーなので、最後に来るので、うん、セクシー、うん、いやいや、して、今日は1日中ちょっと頑張ったので、こんな感じで、あはお姉さん風にして、ヒェー。私のコーデは韓国で買ったワンピースです。かわいい、それ。かわいいでしょ。今日のディナーにぴったり。なんか置いてあるよ、私たちのサプライズ。サプライズかと思ったら全然違いました。どうする、ここでしか寝れない体になったら。え、私今そうなってる。家じゃ寝れないみたいな。ちなみに、逆に、ちなみにそうだよ皆さん。ということで最後の、あ、ごめん。さ、最後の最後はさ、決めようよ。はい、ということで皆さん、7日間本当にありがとうございました。
またねえねえちょっとでもさ長くしてさ言いこぶるのやめてということで私たち東京に帰りません。いやです。あ、そうですね、はい、はい、分かってました、はい、帰りません。帰りません。帰りません。せーの、カシャン。帰りません。帰らないということで、はい、決まりました。次の旅はどこに行くでしょうね、はい、お楽しみに。違います、もう明日から出発です。明日から出発です。東京に戻らず、うん、もうこのまま、はい、他の国に行きたいと思います。おかしい怪奇現象おかしいよね。やっぱうち思ってたんだよね、うん、ずっと思ってたんだよね、うんうん、どうしたのどうしたのどうしたの、まあ、どうしたの。ということで帰りません。帰りません。帰りません。でも本当に帰らなくて本当に帰らないです。帰らないです。本当に帰らないです。はい、はい、帰らないです。バイバイ。いや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 、それバイバイしたら本当に帰らない。バイ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 したくない。バイバイしたくない。本当に帰りたくない。行かないで。ちょっと、マジ一回さ相談しよう。何話しよう。本当に帰りたくないけどどうする。どうする。その次の日からもう仕事だもんね。はい、一応仕事は入ってると。入ってます。23日からも仕事入ってます。そうですよね、はい、方法としては、うん、今時を止めるか、時間を伸ばす、うん、今の時間を伸ばす、うん、かぐらいしかないんですよね、うん、私の考えだと、はい、時を止めるか時間を戻すかぐらいしかないですね。そうですよね、うん、ってことはドラえもん先輩のドラえもん先輩やめます。ドラえもん、うん、先輩呼べばなんとかしてくれるよね。だけどじゃあ、はい、ドラえもん先生呼びます。ちゃんこしたいね今。ドラえもん先生うんこしたいねね。どのように終わらせてまだ全然終わらないです。あ、なるほど、わかりました、うん、かしこまりました。じゃあ晴れくらいにからいただいたプレゼントでも何これ。うんこしたすぎてさ、うん、指に力入ってそうだよ、うんこしたくて。まあこんな感じで、はい、本当に終わります。本当に帰りたくないんですけど終わるしかないので、もう本当悲しいんですけど、でも本当に楽しかったじゃん。本当に楽しかった。冷たいのにさ、なんかふざけた感じになっちゃうから泣いて。泣いてとか言ってるやらせ女やらせ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 。ありがとうございました。バイバイ。本当にうんこ。Lethal aim, baby girl, I won't tell a thing. Oh, how seasons change. Winds picking up, I bet I look out. Cause you said something, then I said something. Now I have nothing. I just want to love you. I just want to love you.